マリアです。メイです。リサです。ベーラです。リナです。イラリです。ピンクルテ DB 始まるよ。イエーイ。はい、ということで本日はイラリちゃんがはですね、ビルを貸し切ってみんなで鬼ごっこをしたいと思います。もうやばい、ちょっとどうしようね。全然ギュラリの方見れなくなっちゃってるねということでこんな感じなんですけれども、早速鬼ごっこをやっていきたいと思います。はい、それではどうぞ。15分間で逃げ切れるかどうかの鬼ごっこいきます。よースタート。今日私何されてもご機嫌だけです。どっち行くの？どっち行こうかな。6回です。じゃあ行きます。16回って何あったっけ？食堂みたいな。あー、そうだ、食堂あった。めっちゃ綺麗になってるんだよ。そうだ、そう、楽しみだ。めっちゃおしゃれになってる。そう、おしゃれ。どうしよう、逃げづら。ここどっか行こうかな。喋れなくなっちゃってたね。あと1分半ぐらいしたら、はい、マリアは捕まえに行きます。一番最初に誰捕まえる目標で行く？メイちゃん。おお。メイちゃん充電なくなりそうだったら16回行くって言ったんですよ、さっき。メイちゃん後半らへんかな。うんうんうん。14回行って、うん、メイちゃん捕まえたいなと思います。うんうんうん。ゆらりは捕まえられそう？でも難しそう。あと早いから。捕まえたいね。頑張ろう。はい、頑張ります。やばい、マジで興奮気味のゆらちゃん。めっちゃ興奮してるんだけど。だってここダメなんだよね。ここの口ないじゃん。14階の方がいいね。違う。私や、そっか、2階周りに来る。帰ったら、1階に降りる。よし、行けるんじゃない。15分逃げてるのはいいな。何来ないかな、ここ。じゃあマジで代わりに近くにいたらもう勝利です。なんと香水使ってたな。蜂蜜みたいな匂いしたんだよね。なんの香水か聞いてみようかな。どうしよう。あれ？めっちゃボーンって感じなんだけど、すごい怖い。暗っ。すごい、なんか兵士恐怖症みたいなとこあるから、ちょっと無理かも。知りすぎて隠れる場所みたいなのなさそうですね。確かに。ちょっとグッてみますか。2分ですよ。お姉さんに向かってしまって、わーってなって、ここに逃げてきたけど、もう大絶望で、下がなきゃ大丈夫なんです、とりあえずは。めちゃくちゃ綺麗だから、安そうなお部屋なんで。2分経ったので、今から15分間で見つけたいと思います。はい、行きまーす。6階に行きます。6階の会議室ここですね。そうだね。いたかも。
54階にいることになっちゃうよね。ですよね。それか、なんか上に上がったタイミングで下降りてきたか。ああ、そうだね。何？来ない。ん？来ないよね。一階とか行ってみる？行ってみる。待ってるよ、じゃあ。ゆだりちゃんにびっくりしすぎて、もう今日ってお話できなかったし、あとさっきとか食堂とか言っちゃったし、なんかびっくりして、かわいすぎて、本当に憧れの事務所の先輩だったから、物ごっこどころじゃないですよ、本当に。逃げ切るタイプだね。マリアちゃん14階から来そうじゃない？なんかいる、なんかいる。待って、あれだ。怖い、ここ。どうしよう。あれ。すごい。
もしかしたら一回とか。ああそうだね。いるかな一回。でも走るだけのとこですよね。そうだね。使ってしまいました。疲れた。ちなみに何番目ぐらいですか？一番最初に分かりました。一瞬一瞬だ。一分も逃げてなかったと思います。やっぱ衰えが始まったよなって思いました。いつもキレキレのダンスで。で、一番最初にユナがユラに来る前に言ってたんだけど、覚えてる？ユナが言ってたこと覚えてるかなみんな。え、これ負けた方どっちか罰ゲームします。罰ゲームなんて言ってたっけ？嘘でしょ。鬼が勝ったら逃げてる側が罰ゲームで、鬼が負けたら鬼が罰ゲームっていうことは言ってた記憶。こっちの右側5人が罰ゲームかな。じゃあ5人に罰ゲームをマリア決める？じゃあ今日は卒業式で最後の日です。男の子に告白したいです。なんという、結果出た。胸キュンです。じゃあ一人ずつこのカメラに向かって、卒業式の日に好きな男の子に告白するセリフをお願いします。高校は離れ離れですか？ああ、うん、いいね。うん。はい、おお、ちょっと最初に、まあ、いきます。やば、なんか手挙げといてすごい緊張するんだけど。ゆらりちゃんの告白まで3、2、1、どうぞ。卒業式終わっちゃったね。うん、高校離れ離れになっちゃうって聞いてすごい寂しかったから、今度は私とずっと一緒にいてほしいな。どうかよろしくお願いします。選挙みたいになっちゃった。どうかよろしくお願いします。どうかよろしくお願いします。好きです。お願いします。お願いします。かわいい。恥ずかしい。かわいい。カメラがブレちゃった。じゃあ次順番決めちゃうよ。じゃあ言わないなら順番決めちゃうよ。ゆず、めい、れいら、ゆな。うわえ、あの一人だけ高校じゃなくて中学なんですよ。いいよいいよ、それでいいよ。ゆずはちゃんの告白まで3、2、1、どうぞ。あと、ずっと前から好きでした。付き合ってください。みんな告白まで3、2、1、どうぞ。あのね、ずっと前から好きだったんだけど高校離れちゃうって聞いてすごい今悲しいんだけど、気持ちだけ受け取ってくれたら嬉しいです。好きでした。付き合ってください。かわいい。みんなお、レイラの告白まで3、2、1、どうぞ。急に呼び出してごめんね。高校離れちゃうって聞いて寂しいけど、今までずっと大好きでした。レイラの気持ち忘れないでください。付き合ってね。付き合ってください。かわいい。ユナの告白まで3、2、1。卒業式終わっちゃったね。
なんか高校離れちゃうから連絡先、はい、もしよかったらラテ君のも教えてほしいな。あ、でも私連絡先好きな人にしか教えないんだ。この意味わかる？なんて言おう。はい、バイバイ。かわいい。はい、ということでですね、なぜましたカマリナちゃん。というわけで、ここが来ても。ということで、卒業最後の鬼ごっこ楽しかったです。楽しかったです。ゆらりちゃんが来てくれて。ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、ツーオン、よろしくお願いします。